今回学習する御所は立正安国論の僧侶機微に伏して万里を渡り碧羅小島にかかりて先人を述ぶ弟子一仏の子と生まれて諸教の王に使う何ぞ仏法の推理を見て心情の哀戚を起こさざらんやの御文です。もっと御所チャンネルでは視聴者の方が日常的に御所学習ができるコンテンツを作成しています。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。僧侶機微に伏して万里を渡り碧羅小島にかかりて先人を述ぶ弟子一仏の子と生まれて諸教の王に使う何ぞ仏法の推理を見て心情の哀戚を起こさざらんや痛快青梅も春芽の尾についていれば万里を渡り緑色のツタカズラも松の木の先にかかっていれば先人の高さまで伸びることができる仏弟子として生まれ諸教の王である法華経に仕えてきた。どうして仏法が推理するのを見て哀戚の心情を起こさないでいられるだろうか。これは1260年7月16日に時の最高権力者北条時頼に提出された国史勧行の書立正安国論の一節です。立正安国論の詳しい内容については別動画にて解説します。立正安国論は主人と客の対話形式で展開される書でありその中で災難や飢饉、疫病といった災難をなくすためには念仏信仰に代表される法王をやめて正法つまり法華経を信じるしかないと主人が客に語りかけます。しかし客はなぜあなたのような身分の人がそんなことを言えるのかと反論します。それに対して主人は自分は大乗仏教つまり法華経を学んでいる身であることを挙げ青バエが春芽に捕まって万里を移動することができるようにまたツタが松の木にかかることで高さを伸ばすことができるように自分の身分は取るに足らなくても素晴らしい哲学を持っている法華経を授持の誇りを宣言します。また法華経を授持する者として正法が埋もれる様を黙って見ていることができない立ち上がらずにはいられないという万民救済の仏の境界を示します。人間の価値は地位や身分では決まりません。これは現代においては当たり前の価値観かもしれませんが実際の生活の上ではその人の身なりや地位などで判断してしまいがちです。日蓮仏法において万民を救う具体的な行動は南無法蓮華経を唱え自他共の幸福を祈りそのために行動すること、これが大切です。末法において仏の境界を開き万民を救う方法はこれしかありません。現代においては SNS の登場により一人一人の声が公共の場に出やすくなった一方その影響もあり民主主義の基盤は揺らぎつつあります。一昔前であれば容易にできた明らかな善悪の判断が価値観の多様化などによって難しくなり人々は様々なまやかしに翻弄されやすくなっています。だからこそ今こそ太陽の仏法である日蓮仏法中んづく三章がある創価学会の信仰を固く強く従事していかなくてはいけません。私たちは凡夫でありながら同時に妙法を保つことでその身そのままで仏の境界を表すことができます。これが即身成仏でありこれが今回の御文でいう僧侶機微に伏す碧羅小島にかかるということなのです。ツタが松に変わったりハエが馬に変身するのではなくその身そのままで仏の境界を表すことができるということなのです。これが法華経の偉大さです。万人が自らの可能性に気づけるこの信仰に誇りを持ち草の根レベルでの対話を根気よく進めていくことが私たちの唯一の手段であり最高の法灯なのです。もっと御所チャンネルでは視聴者の方が日常的に御所学習ができるコンテンツを作成しています。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。